私たちは様々な記憶と結びついたたくさんのものに囲まれて生活しています。ある集団に蓄積されたもの、コミュニティのコレクションは、そのコミュニティの歴史や価値観、感性に根ざした豊かなストーリーを内包しています。地域、学校、職場、家族、皆さんが属するコミュニティにはどのようなコレクションが蓄積されているでしょうか。皆さんこんにちは、本間優です。こんにちは、渡辺陽子です。私たちは今2021年に開館した新しいミュージアム、慶応義塾ミュージアムコモンズ、ケムコにいます。慶応義塾は日本で最も古い大学の一つです。その長い歴史の中で様々なコミュニティが作り出したコレクションに、ここケムコでは出会うことができます。現代社会は非常な速度で変化しています。目まぐるしい変化に対応する中で、自分が寄って立つ軸や価値観を確認するために立ち止まることは簡単なことではありません。コミュニティコレクションが持っている時間の重なりや多様性には、それを助ける力があります。一方で、コレクションをコミュニティの今ここの活動に接続し直し、生かすためには働きかけや工夫が必要です。このコースでは、共有を一つの切り口として、コミュニティとコレクションの関係性を結び直す方法について、大学ミュージアムの観点から考えていきたいと思います。ケムコでの実践を参照しながら、展示や教育などコレクションをめぐるさまざまな活動を共有していくこと、そのためのオープンでクリエイティブな場所、空き地を作る試みを紹介します。このコースは確立された方法や成果を共有する場ではありません。ディスカッション、ミュージアムやコレクションへのバーチャルな訪問といった参加型の活動を通して、この分野におけるアクチュアルな課題や実践、挑戦、進行中の取り組みを世界中の仲間と一緒に共有するためのコミュニティになることを願っています。それでは始めましょう。